が読めない、人の話を聞かない、なかなか心を開かない。彼の名前は牧本さん。牧本さん今こうなってました。何らかの事情で遺族が拒む遺体を火葬して埋葬する。お見送り係は廃止すべきだと考えます。鏑木光一郎62歳親兄弟もすでに他界しています。葬式か。鏑木さんの身寄りをどなたかご存知の方は。あいつの知らない娘ならあそこにいるけどね。ぜひお二人で葬儀に参列してください。10年も音沙汰なしで何を今さら。葬式というのはね、結局遺族のためのものですよ。亡くなられた方の思いは。ご遺体はあと3日預かっておいてください。ねえ前だ。鏑木は命の恩人なんで。牧本さん、あなたの粘り勝ちですよ。アイアム牧本。